まあ現状ですね、イナゴの災いには入ってないんですけども、まあ、国内もまあ世界情勢もですね、まあ、バタバタしてますよね。ですけども、まあ、今言えることは、まあ、5つのことをしっかりやっていただくということですね、まあ、これがすべての答えだと思います、まああの。それをしっかりやっていただければ、特に問題はないんじゃないかと思ってます。す。今日は以上ですありがとうございます。